ライバッハは、1980年に、ユーゴスラビアの旧炭鉱長トルボブリエで結成された、実験音楽バンド。ライバッハとは、スロベニアの首都リュブリアナのドイツ語名である。1980年、トマシュ・ホストニクとデイアン・クネツを中心に結成。エバー、サリージャー、ドックア、ケラーによって構成されている。1982年に、ホストニクは自殺。その後、 ミランフラスがボーカルを担当。メンバーは匿名であるが、スペクターでは作詞者やパフォーマーとしてメンバー名が記載された。初期の作品はインダストリアルミュージックの傾向が強く、前衛音楽的とも言える。オーパスデーでハンマービートを用いるようになった。1990年代からは30万ボルト計が 手がけていた、エレクトロニックミュージックの要素を多く取り入れている。ワットでは、テクノ d j メックユーメックがアルバムをプロデュースしている。グループは、活動を新スロベニア芸術という芸術運動の一部に、位置づけて、制服の着用などの全体主義を想起させる、モチーフの多用していた。グループ名も、スロベニア各地を占領しドイツ化を推し進めた。 ナチスドイツを連想させるとして、第二次世界大戦以降は、使用が控えられてきたものである。これらの表現は、ファシズムに対するパロディの一環であると主張しているが、誤解されたり、右翼、左翼の双方から攻撃される原因となり、ユーゴスラビア時代には、政府から監視される原因となった。日本では、1986年、 バップから、ノバオクロッポラ1987年、アルファレコードから、オーパスデーが発売され、2018年映画、北朝鮮をロックした平井バッハデーが、劇場公開された。ありがとうございます。